桃柳の柳に風。その辺の人たちと争ってきたってすごいな。いや、それね、これまあ2年間で潰れたもんだけど、まあ今から思ったらオフのやり方はまずかったね。オフ、うん、だからあの頃はこれだけ投げたんだから休ませろ休ませろって言って、うん、もうランニングとか体操はしてたけど、結局投げないと肩のあれは固まってしまう、ね、今もう12月でも1月でもずっと投げ続けてるじゃん、はい、だからね、あれがあったら、まああんなひどく痛めなかったかもわからんけど、まあそれはしょうがないな。今の医療みたいなのがあればもっと間違いなくなるでしょうね。あの当時のとこに今の俺が権藤をピッチングコーチしたらね、あんな上からやっぱもう理想的に上から投げたい上から投げたいって思ってたけど、もう下げてるな。もう少しスリークォーターぐらいから無理して上から投げない、投げない、ね、あの頃は大きなスイングで投げなさいって言ったけど、今は俺はこの大谷にも言ったんだけど、あのダルビッシュにも言ったんだけど、大谷にはね、もっとやっぱコンパクトにここにトップが上がらないといかんよって言ってね、それだけは心がけた方がいいよ。それ何年前ですか？2年か3年前。あの大谷だから今年か去年ぐらいから後ろちっちゃい。小さくね。あ、それで権藤さんがいつもアメフトのボール持っててキャッチボールしたじゃないですか、うん、俺もそれでこうずっと投げるようになってて、トップはちっちゃくなったんですけど、まあね、あれで結局ね、いくらやっても結局トップはここなの。だけどピッチャーはね、もうピッチャーみんな大きなバックスイングで投げるもんだって言われてるけどね、だから俺はもうあの頃からアメリカのフットボールに、じゃあアメリカのフットボールのね、あれで 100m ぐらい投げるわけ、はい、あのボール投げる、いやどっから投げるかってこっから投げないのね、みんなキッキッキッこっからね、っていうことはトップの時点はここなの。だから無理してあの変えることはないけど、大きくしようっていうのは間違いだよ。自然と小さくなっていくのはもう素直にここに上がっていくことはいいことだからっていう話をしたの。で今年 WBC の時にダルビッシュに会った時に、おおカンカンカーンと言ったりだけど、大したことない、うん、ヒットを打たれるのは大したことない、だけどね、上に上げられるのはやっぱりピッチャーとしては辛い。だからヒット打たれてもどうってことない、みんな差し込まれてるからラインドライブになるんであって、ちょっとポイントが前に来られたら上上がったら終わりだから、おいいよいいよちょっと言った。で僕の投げ方はどうですか、あいつ聞いたから、あ年々良くなってるよ、おバックスイングもきっちり決まってるし、でアメリカンフットボールの話をしたの。あんなこっから投げるだろ、みんな無駄なことはやめてスッとトップ上がったらそこから振り抜くだけっていう話でした。で偉そうにさ、あのダルビッシュと大谷にも、あの、亜生、昴生って言うと。いや、でも確かに大谷は、何年か前より後ろは絶対ちっちゃくなってますからね。だから、取り方がね、パッと素直にトップ、はい、まだもう少し、あの、引っかかるね。山本とかが全部ちっちゃい。もういいとこだもんな。だから、あのノーステップとかあんなことやってるけど、結局ここで固まりは一緒なんだよ。そこが決まるか決まらないかだけの話。そう、ちっちゃくなってるもん。思い出した、それアメフトのボールでようキャッチボールしてたもんな。俺フットボールいつも持ってたの、グラウンドで。でこうやってあれ、すっごくいい練習なんですよね。きれいに回って、権藤さんが上手に投げるんだ、あの人も権藤さんが言ってたみたいに、あの藤波、うん、いや、良くなってきましたね。良くなる、普通170キロ出せると思って言ってるらしいです。ちょっとアメリカの考えやから、俺はだから小久保とその時にね、侍ジャパンには菅野と大谷と藤波はこれ3人は別格だからジャパンに入れましょうって言ったの。あの頃あんまり良くなかったけど、そうですね、で入れようって言うけど、国防なかなか OK 出さなかったんです。で最後に
大事なところは投げさせませんから大事なところは投げさせるから入れましょうっつって。ポテンシャルの違いは軍事だ、2人やっぱ物が違うってな。ピッチャーとしてのものだけで言えば大谷より藤浪の方が多いですね。うん、まあだけどそらやっぱ頭が違うな大谷のあの大谷のあのクソ真面目はさ、ね、あれには勝てん。だけど素材としては面白いぞ。それは高校2連続優勝ピッチャーでプロに入って3年も実習以上したピッチャーをさ、なんであんな使い方すんのよだったら俺あの頃からトレード出せっつって。そう、権藤さんなんかのたんびにもう出せ出せ出せ。トレードです。もうこんな使い方するんだったらトレードに出せっつって。それ昔一回ファン落としたなんかの時に番組で落合さんがさ、落としたって無駄やってって、うん、上で投げさせろって言って、うん、落合さんもずっと言ってた。いましたね。落合さんいましたね。いや。それね、今更下で投げてどうするよお前。だったらね、あの中継ぎで投げさせて戻ったら先発にやるとかね。で下に落としたかと思ったら急に抑えやらせたりさ。やりましたね。お無理だって抑えなんか一番でも今ちゃんはね、メジャーで抑えで、いや抑え、あれいないから、あれは抑えって言わないやろ。もう10人しか入ってないからもう順番で行くしかないわけですよ。延長戦で行ってホームで行ったら一番いいやつから出していくから、ああで最後の最後に逆転したピッチャーいないってなって藤浪使ってるわけよだけどそれでもそれでも抑えてるもんな。それだけ、いやそれだけの能力はあると思ってるから一軍に置いてる、はい、すごいよ。までもあいつの投げてる球今で、権藤さんじゃないけど、キャッチャーが低めに構えないです、藤浪の時、うん、な、真ん中やってるんですよね。真ん中とか高めに構えるもんな、藤浪の時で、低めに投げようと思って力ませて、あの引っかかったり抜けたりするから、もう、メジャーのキャッチャーもこう真ん中から高め、言うたらもう最後、高めの方にピュッて目線上げるんですよ。と結構その辺に行くんよね。でそあれは低めばっかり投げろっていうとの弊害やん。ただピッチャーによってね、ね、それ俺みたいなのが高め投げたら地獄見るけどさ、いや俺低め投げろっていうのと、お前低め投げてるみたいだけど、それは広く使ってるからいいんだよ。え、いやみんなね、これから皆さんも見とかないかんのはね、もう今低めは時代じゃないんです。高めをいかに投げさせるか。でね。で、みんな分かってないのは、いいバッターはみんなローボールヒットなんだ。え？で、みんなピッチャーが低めに低めにしたけど、あいつらガン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 ホームラン打って。ね？あの頃から俺へんよ、高め高めって言ったら、あいつはそんなに打てないはず。みんな、ここを止めたら、ここしか目がないんです。向いてないですもんね、下しか見えない。下しか。で、そこ、ボールは見極める。ここが来ないもんだから、ここ来たらやっぱ低めのボールも振るけど、高めの使い方。いや、ただアウトローっていうのがね、違う。いや、アウトローっていうのはそれは練習でやること。練習はアウトローに投げることが基本。ゲームは全部応用。ストライクゾーンをいかに広く使うか。ブルペンでさ、応用なんて教えないもんな。みんな低め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 、そあそこ投げろここ投げろ。思い出したよ、キャンプの時にアウトコース低めを練習するやんか。一応練習でベースあるやろ、こんなちょっとボールになるやん。権藤さん後ろにおるんやな。でブルペンキャッチャーがボール、ほんのちょっとボールよ、バーンって取って、キャッチャーがナイスボールって後ろから、何がナイスボールじゃ、ボールやないかボール何の役にもなさんって後ろで言ってた。ね、ボールの、ボールのとこでナイスボールだって、ボールじゃなくてもなくだよ。ボールはボールなんだよ。な、だったら俺が言ったの。ボールでよかったら俺でも投げるぞ、お前。な、フラフラフラって60キロぐらいで投げたって、ボールはボールじゃないか。ね、打たれやせんって。届かんとこに投げるから。で、お前たちはストライクゾーンで勝負できるから、
ここに登らしてんだよ。めちゃくちゃいい球投げてんねんね。でもボールやからやっぱり所詮ボールなんよ。それを褒めるなって言うのキャッチャーって。何そうって言うやん、キャッチャーってさ、ちょっとこうボールになっててもレッカーの遅く来るからね、もう大丈夫、大丈夫だクソの役にもだなだからそれが Don't be afraid to throw strike、 ストライクを投げなさい、投げなさいじゃない、ストライク投げることを怖がるな。だから要は解説とかでさ言うじゃん、コーナーコーナー狙ってっていうのは怖いんだよ。やっぱり何が怖いって打たれるのが怖いの。でも文野さんが全部ど真ん中投げたって打たれやせんって、全部って打たれたら俺は責任取ってやるって言うのよ。だから困ったら真ん中にゆっくり投げろって言うの。投げれるか普通そんなもん怖いってたまらないよ。こいつはだからこれができたからここまで慣れたんですよ、ね、怖ってたまらんちゅうね、ほんまに。いやだから勇気が必要なんです。こいつに一番あったのは勇気なんです。